じゃあラプス続きをやっていこうかなと思ってます。大統領に帰り咲いてやります。任せろ任せろ俺に任せろ。よし、コンティニュー。さあ、中毒性のある新型ドラッグが密輸され乱用が広がっています。出入国管理を強化すべきです。アームストロング知事、知事、アームストロング知事、なんだって？大変じゃないか。さあ、どっちだ、どっちがいいんだ。いや、いや、まあ、そうね、そりゃそうよね、そりゃ取り締まるべきでしょう。いや、まあ、そりゃ取り締まるべきでしょう。出た、イカレシェフ、イカレシェフマリオ。あのボディーガード、ピザの上のパイナップルみたいに煩わしいですね。何言うとんねん、こいつ。私のナイフ全部取るの。こいつ、イカれてんな。お前、お前、イカれてんぞ。大丈夫か、マリオ。お前、いやー、俺はお前を信用してない。俺はお前を信用してない、マリオ。やらせたのは俺だ。安全のためだ。私から話そう。よし、もうお前か、またお前か。将軍はどこにいますか？ワインを盗んだそうです。放っておくと、放っておくと軍事力上がるのかな。放っておいてみるか。放っておけ。よし、ナイスナイス。またお前か、マリオ。おい、以前ほど食材、これは別にな。これは別にな、いらんのよな。お金が減って民心上がるのかな、これ。まあ、でもこっちでしょ。出たな、ラムジー。お前もやばいからな。お前も覚えてるぞ。お前も覚えてるぞ。お前もやってくれたよな。北部で脱獄が発生しました。脱獄犯は危険です。手を打たなくては。それは打たなあかんよね。それは打たなきゃいけないよ。それはそうよ。それはそうよ。携帯に妙なマークとメッセージが表示された。20822119215。なるほど。わかった。なるほど。この年に。何なんだ？何？何なんだ？どっちも一緒。これあれよね。数年後に会おうって言ってた年数やね、多分。2082年に来るメッセージ。ってことはあと5年いけるかな。いや、2075年からスタートしたよね。まだ2年しか経ってない。2年半。いやー、2080年が。何なんだ。2度目のメッセージ。メッセージは、奴らに見られる前に消去せよ。そしてどうか内容を覚えておいてくれ。私は何？私は何？携帯は普通の状態に戻ったが、2つのメッセージが未だに表示されている。送信者は匿名で、受信した日付は2150年5月11日となっている。なるほど。消去しない、消去。やつらに見られる前に消去しろったんだもんね。まあ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 、自分が覚えておけばいいんじゃない？まあ、メッセージは、さっきのメッセージかな。2150年、5月11日、日付は忘れそうやけど、2150年ね。消去しよう。消去する。新カード、未来からのメッセージ。なるほど。これがカードね。っていうことかな。新カードが、増えたということかな。まあいいんじゃない、国営工場の労働者がストライキを行っています。ストライキか。いや、まあとんでもない、とんでもない、と
トントンやから、まあ、こっちかな、まあまあまあ、まずはこっちかな。トントンよね。うん、オービル副大統領、副大統領、副大統領。首都で民衆から出た聖職者が、宗教の権力を回復させようとしています。信者は日に日に増えています。ほっとけ、ここへ連れてこい。すごいな、強権発動やな。ここへ連れてこい。来た、あ、来た、あ、来た、来たね。ラエトニウス神父、なるほど。こんにちは大統領閣下、私のことは知っているでしょ。それに神が私をここにお使わしになった。何言うとんねん、俺がお使わしになったんじゃボケ。そうだな、そんなものは信じない。まあ OK、 うん。新人のかけたものは興味深いですね。もしかするとこれが世界に地獄が下されている理由なのかもしれません。お前何言ってんだお前。ああいや、ああいや、いややな。まあ、民心が多少下がっても軍事力は上がるのかな。上がるんじゃない。よし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 、ナイスナイスナイス。まだしつこいなお前、ラエトニウス。おい、おそばに置いてください。必要なことは助言いたしますし、人々に創造神の言葉を届けます。いや、ああいや、あ、お前など置いといてもいいのかな。信じてないけど、そうね、信じてないけど、その度に否定してやるよ。お前、おい、色よ。新カード、天からの力。なるほど。これでまた増えると、選択肢が。まあ、いいんじゃない?ありかな。植物の病気のせいで、あ、ギブソン君、いや、調子はどうだい?俺はいい。すごくいい。君も調子よくなって、うん。植物の病気のせいで国全体の集約、農業がうまくいかなくなっています。抗生物質を使う、汚染された、抗生物質使ってみようかな。お金が減って自然は上がるかな。あ、いや、かな、上がるかな。そうね、植物の病気やもんね。閉鎖するだけじゃな、こっちでしょ。あれマジで?あれ?そうなの?まあいいや。アンナ家政婦だ。アンナ家政婦はまあちょっと、多少信用できるかな。将軍と厚生大臣不可、うわぁ!ギブソン?ラムジー?てめえラムジー。やってくれたな。ラムジーてめえ。将軍と厚生大臣は深い仲だと思います。二人が一緒にいるのをたびたび見ることがありました。二人の仲の良さを知っておいた方が。ああ。心に刻んだぞ、その、お前。お前を大臣にしてやる。お前を大臣にしてやる。ギブソン厚生大臣には反対です。国で使われる農薬は有毒でもなく危険でもありませんし、必要なものです。厚生大臣は心得たものだ。そうだ。厚生。あいつは信用できん。そうだな。ギブソンは信用できん。あんなやつは、クビだ。南部の町では、ホームレスが1万人以上います。もうすぐ冬です。援助しなくても援助してやろうか。うん。せね。賢明なご判断です。お優しい方だ。どこに住ませます?そうね、教会かな。ここは教会でしょう。まあまあ、うん。東の国でひどい伝染病が発生し、多くの人々が死んでいます。生存者は避難所を求めています。なるほど、生存者を。伝染病な。いや、ここは大統領として、毅然とした態度で、困っている人たちがいるんだ。迎え入れろ。あれやばいです。大統領閣下どうしたんですか。顔色が。ロス大使。何?え、嘘?え、終わる?え、終わる?伝染病?嘘だろ?あなたは人々から愛され、国の歴史上最高の大統領と呼ばれた。不幸にもあなたは謎の病によって死亡した。
まあでも今までとは違うね。あ、民心すごい高いもんね。あ、そういうことか。マジでか。いやでも愛されたし、うん、愛されたもんね。しょうがないね。まあリトライしてやりましょうよ。町の通りは安全ではありません。外出禁止時間を設けるべきです。次の大統領ね。あ、次の大統領も私です。あたす、あたすです。じゃあ生まれ変わった大統領として強権を発動していきましょう。ただしこれまでの記憶はとどめている。ラムジー、そしてギブソン、てめえは俺を怒らせた。てめえらは俺を怒らせた。とりあえずアームストロング知事ね。まあ、これは、うん、外出禁止時間を設けるべきです。どうなのかな。町の通りは安全ではありません。安全ではないんやもんな。いや、外出禁止時間はいらないでしょう。あれ？まあいいや。あんな、アンナ君、アンナ君。君は信用しているよ。今朝、大統領閣下のシーツに何がついていたと思います？油のシミですよ。どうやってついたんでしょうね。ああ、いや。ああ、いや。マリオだろう。おい、おい、マリオ呼べよ。マリオ呼んでこいや。どうやってマリオに決まってるやろ。あれ？今の鑑定は安全ではありません。ムーア情報局長。ムーア君。今の鑑定は安全ではありません。警備をよりしっかりとしたものにするためにお金を費やしましょう。当然だ。信用できないやつが多すぎる。トーレス、お前もやばいからな。お前もやばいのは知ってるからな。よし、実験に原子力を使って。でもいいですか。研究はきっと利益をもたらしますよ。いやー怖いよな原子力。マジか、怖いよな。自然がすごく下がってお金どうなんかな、増えんのかな。いやー実験に原子力使うべきだ。よーし、お金が増えた、ナイス。東の国で、あーこれやばいやつ。これやばいやつでしょ。生存者を迎える。どうしたらいいのこれ。いやこれどうし、あ、これ民心めっちゃ下がりそうやな。あ、終わる。じゃあこっち、あーギリ耐える。よしナイス。チャリティー、ムーア情報局長ね。よし、チャリティー団体の一部が裏では非合法の品を売買していることが行っていることが分かりました。対策を講じよう、すぐにだ。お、西の国が攻撃を仕掛けてきました。反撃しました。お前は信用できん。防衛。反撃？ああ、お前は信用できん。防衛だ、バカ者。バカタレが。デュガン、経済産業大臣。デュガンか。まあ、ちょっと、印象はあんまりないな。今のままの法律では明確な認可なしにでは、貿易を行うことができません。法を修正すれば。うん。これは法を修正した方がいいと思うよ、やっぱ。修正だ。あ、なんか全部半分より少なくなってますね。あれ、現行法は古い、上に人々に行き渡っていません。新しいものにしましょう。まあなあ、そうしよう、その必要はない。そうしよう。古い法律は新しく変えた方がいいよ。そうしよう。まあ、ラムジー、お前よくお前のこのこ来やがるよな。お前クビにする方法ないの？その勲章全部剥ぎ取ってやるよ、バカ野郎。なんだって？秘密軍事基地の建設のために資金投じるか、そんなもの。緊急時に役立つでしょう。いや、厚生大臣のことはご存知ですよね。ああ、それが
あの人は何でも自分の手柄に従うって噂です。アドバイス差し上げましょう。ああ、あの人を目立たせすぎないようにもし国が良い状態に戻ってそれが自分のおかげだなんて言い出したらいいことが起こると思う。その通りだ。アンナ君、君を厚生大臣にしよう。気をつけるよ。次の厚生大臣は君だ、アンナ君。すぐにクビにしよう、あんなやつ。草木は国の健康の指標です。もっと緑地が必要です。木を植えよう。お金が減ってる。お金が減っている。やばいです。闇市場は、リュガンね、闇市場は国家の商業を妨げています。介入すべきでしょうか。そうね、そうね。ああ両方減ったよ。あれあれれれ出たな。ライトニウス神父出たな。研究者たちが暴徳的な実験によって神の作りたもうた植物の姿を変えようとしています。今すぐ中止を。研究は必要だ、バカタレが。バカタレが。ロス大使、一部の地域の兵が多すぎて暇を持て余しています。資金をカットして兵を減らすこともできる。あー厳しいね。どっちも厳しいね。そのままでいい。あーやばいな。あーもうお金も民心もやばい。あーどうしたらいいの。緊急事態です。都市の公園で火事が発生しました。今も燃えてる。それは大変じゃないか。それは大変じゃないか。人々を助ける。いやいる。どっちしたの。いやもうこれ終わるでしょ。お金終わるでしょ。火が広がらないように。いやー終わった。マジで。いや火が広がらないようにするのは敵作るの。嘘でしょ。大統領閣下、民衆の不満が広がり人々が政府の敵に回っています。何いやもう向いてないです私向いてないです。あそっか、もうよし、まあそうか、そうか、わかった。向いていないことがわかった。向いていない、私向いていないです。乳牛の生産性を上昇できる血清を開発しています。実験を行ってもいいですか。なんか危険そうだねそれはね。なんかね、でもね私向いてないから。いいよやっちゃって。一部の狂信者が病院を略奪して神様だけが人間を救う力があると主張し、介入する。病院から撤退。そんなもん介入するに決まってんだろ武器や戦争について新たな研究を始めたいと思います。政府の資金提供を当てにしてもいいですか。本当は嫌って言いたいところだけど。ああ当てにしてくれたまえ閣下。いいニュースです。大きな油田が発見されました。すごいじゃないか、すごいじゃないか。副大統領、金持ちになれる国が豊かだ。金持ちになれる 国が豊かだでしょう。そりゃそうでしょう。そりゃそうでしょう。ナイスですね。お前か。次はお前か。ライトなんたら。おい、ライトなんたらか。あ、君か。我々の教えは資金を必要としています。お返しに信者たちの国を清掃に、貢献するように説得する。そんなこと必要ないだろ、バカだるが。お前がやれ、一人で。ボケが。はい、オービル副大統領。我が国にはもっと強力なエネルギー源が必要です。原子力発電所再開させてもいいですか。かまん、やれ。あ、やばい。ミセス。アリシャホール、昨晩誘拐される、嫁ですか。昨晩誘拐される夢を見たの。ボディーガードをつけてくれない。いやこれなんか民心下がりそうやな。大丈夫だ、大丈夫だ。その必要はない。あれごめんなさいごめんなさい。あーダメだあーもうあーダメだ。ダメだ。どうしよう。満腹の方が頭がよく働くと思います。でね、もう何も変わらないなら何も変わらない方がいいんじゃない？はい。
それにします。各国国民は貧しく飢えています。奈良のケーキを食べる、これあかんかってな。この選択肢が、まあ、備蓄品、うん、いいんじゃない、いいんじゃない。匿名の電話によると、大統領閣下の命が危ないそうです。警備をもっと厳しくしましょうか。いや、いらないよ、大丈夫。研究者たちが冒涜的な、これか。お金が増える、減る。お前うるせえわ、お前うるせえわ。ラムジー、人々は不満を持っていますが、もしかしたら移民がいいスケープコートになってくれるかもしれません。すべての問題を奴らのせいにしましょう。いい考えだ。いや、こいつ、こいつ、こいつとんでもない。こいつ嫌い。ラムジー、ダメでしょ、あいつ。ポンコツでしょ。チャリティー団体の一部が、裏では非合法の品を売買を行っている。うん。いやまあこれは対策は講じた方が、お金がないね。一部の地域での出たな、ギブソン。ああ、君か。なんだ、君か。一部の地域では、畜農農家の生活状況は嘆かわしいものです。介入しなくては。いらね。ああ、どっちも減ったね。この国の人々は罰当たりで冒涜的な行為を行っています。もっと厳しくして、秩序を取り戻さなくては。バカ誰が。ああ、収集したワインが残り少なくなっています。もっとコレクションを増やさなければ。将軍がいつも新しいワインを頼むんです。いや、武器や戦争について新たな研究を始めたいと思います。政府の資金提供を当てにしてもいいですか。ダメだ。ダメだ、そんなもんは。我々の技術はもはや時代遅れです。もっと研究に資金を突き込まなくては。ダメだ。お金を増やすんだ、もっと。バカタレ。西の国が東の国をに爆撃を行いました。戦争から逃れた人々が我が国に避難所を求めています。難民は助けよう。お金も軍事力も減る。グリーンにはしね。これはお金をもらってるからです。お金が大事だからです。あれ全部平均以下かな。また将軍と交戦代、これね、知っておこう。それは知っておこう、絶対に知っておこう。全くこんな遠くにいるのに、工場の煙の匂いを嗅ぐことができるなんて。しかも植物がダメになっています。煙を出さないようにしてください。どっちがいいかな。まあトントンか、トントンにするか。乳牛の生産性を上昇できる血清ね。怖っ。いや、お金がないです。宇宙人ね、調査しよう。宇宙人、ダメだ。アンナくん、アンナくん、チリンチリンティータイムです。ご一緒にお茶でもいかがですか。アンナくん、お友達が来たみたい。ここに呼んでもいいですか。大歓迎だ。ご親切におもてなしいただきありがとうございます。邪魔はしませんから。制作者、あなたもここに。制作者が来た。制作者、はい、自分も紅茶は大好きなので、お茶を楽しむ間短い広告を見ていただけませんか。代わりに特別な贈り物を差し、そうですね。いや、こんなん広告見るでしょ、すごいな。こんなん、いや面白いな。見るでしょ、そりゃ見るでしょ。いや、ちょっと待って、違う。ティータイムだ。美味しい紅茶だ。ほのかにいちごとマンゴーの香りがする。見るでしょ、あんな。すごいな。で、どうなるの？で、どうなるの？ありがとうございます。これを差し上げましょう。新宅です。きっと役に立つと思いますよ。ではまたティータイムで。ありがとうございます。さようなら。ありがとうございます。新宅。
それぞれの選択はある結果をもたらします。妙なことに、これからはそれが予測できるようになりました。新択。効果は毎ターン発揮されます。でもゲームオーバーなんじゃないの？大丈夫かい？ああ、新択。え、どういうこと？新択。ん、どういうこと？ああ、オッケーオッケーオッケー。わかったわかった。これ、こうすると、ああ、どっちも下がる。あ、でもこれ、え、これ大丈夫なの？生きてんの？私。私、生きてんの？あ、え？もしかして、ちょっと待ってよ。ライトなんちゃら。宗教の名のもとに少女が自殺する映像が現れました。ひどい内容だ。検閲した方が賢明かと。ああ、そういう動画を。ああ。見せつければいい。どんどん下がれ。ああ、あかんのか。あ、やっぱあかんのか。ああ、やっぱあかんのか。はいはい。ダメでした。何ですか今の歌は。まあいいでしょう。新択は残ってる？あー、なくなっちゃったマジかよ。おいおい、マジかよ。どんなタイミング、もっと早く来てくれよ。チキショー。いやー、いや、すげえ。アンナ君、アンナ君を副大統領にしようよ。あの子は信用できる。あの子に全部任せようよ。制作者さんのお友達なんでしょ。ああ、庭師な。西の国から新しい花を輸入すれば、庭をより美しくできます。うん、いらね、いらね。国民は裕福ですし、政府はお金を必要としています。税を上げるべき。うん、少しだけ上げようね。うん、いいね。北部で脱獄が発生し、ラムジー。お、ラムジー。ああ、でもな。本当か、それ。脱獄犯は、嘘ついてるよ、お前。お前の言うことは聞かない。植物の研究チームが、作物の耐性を高めるために穀物で実験を行いたいと言っています。いいだろう。まあ、多少のお金を使うのは、新興宗教がインターネット上で若者を回収させ、操って暴力へと、まあ、示していますかな。うん、まあ、人々が混乱しますよ。お前、我慢者か。ごめんなさい。マジです。マジですか。あいつの言うこと聞きたくないのにな。そのためにそばに置いてんのに。くっそー。次だ。ギブソン厚生大臣。うん、そうやな。あー、でもそうだな。そうだな。どっちが上がって下がるんやったっけ。自然が下がるんやな。庭師の言うこと聞いたら。これやと、こう、自然上がんのかな。上がるんじゃない。あ、上がった。あー、そうか。個人の感情で動いちゃダメなのね。ギブソン。ライトニウス神父が信者たちを未だ放射線レベルの高い地域へと長い巡礼をさせているようです。介入させなくては。そうね。そうね。そうね。それはそうね。トントンね。よしよしよし。東の国との戦争で捕虜を捕まえました。おお。情報を聞き出せ。情報を聞き出せ。丁重に扱え。まあ、捕虜、まあ、捕虜はな、チリンチリンチリン。ああ、やったぜ。やったぜ。大歓迎だ。やったぜ。広告を見ていただけませんか。代わりに送りを見させていただきます。よろしくお願いします。見ます。広告広告見ます。もう広告見ます。大統領やんね。まあいいや。あと10秒。なんてこった。
もう広告が終わってしまう。あまり。よし。美味しい紅茶だ。ほのかにアプリコットと蜂蜜の香りがする。ありがとうございます。これを差し上げましょう。新宅です。きっと役に立つと思います。では、またティータイムで。ありがとうございます。ありがとうございます。よし。よし。いいね。よし。いいね。いいね。でも、なるほど。一部の兵隊が犯罪組織に武器を密輸している、介入するべきでしょ。これは軍事力大きく下がるってこと？でも、そうでもないか。まあでも、トントンかな。じゃあ、いいでしょう。うん。で、軍からの保護をより強くすれば、引き換えに銀行が経済的な支援をくれます。うん。やっぱ軍事力下がるのはちょっとな、まずいな。ちょっとまあ、民心上げとこうか。チャリティー団体の一部が、はいはい、非合法の品の売買ね。これは、いや、こっちはダメでしょう。こっちもダメでしょ。結構いい感じやったと思うけど、すごい下がるね。三角大きい。すごい下がるね。一旦ここはしのぐか、ここで耐えてくれ。よし、耐えた。よし。将軍はどこにいますか？ほっとけ、ほっとけ。よし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 。ロボットだの AI だのといった現代科学の魔術はどう考えても神に逆らっている証。お前バカだろ。いや危ね。いや危ね。お金めっちゃ下がる。バカ誰が。西の国が攻撃を仕掛けてきました。いや軍事力下がるのはな。あんまトントンにしようか。よしよしよし。収集したワインが減っていますね。残り少なくなっています。軍事力上げて、お金がちょっと下がる。いや、よし。トントンで何も変わらないな。それに越したことはない。それに越したことはない。東の研究所で実験が失敗したため、遺伝子組み換え、蚊が大量発生ね。いやー、危険なのか？で、軍事力下がる、お金が下がる。いや、どっちもどっちやな。ちょっとお金はまだ耐えそうかな。若干上か。お金使うか。今の技術はもはや時代遅れです。もっと研究に。お金はダメよ。お金はダメよ。お金はダメよ。お金減っちゃうから。お金減ったら終わんのよ。あたし終わんのよ。さあ、新興宗教が、はい。はい。民心がどうのこうのとか、お金がどうのこうの、もう、それはもう、俺の在任期間をな、長くするためなんだよ。それだけなんだよ、俺がやってるのは。バカ誰が。もう、でもそれしかないよな。なんて？他の国が我が国の発明品と特許を盗んでます？こっちはね、当然守らなきゃいけない。あぶねー。軍事力あぶねー。将軍とこそ、それはもうもちろん。よし。一部の労働者が反乱を起こしました。人々が次々に都市を略奪、人々が次々に都市を略奪しています。警察は圧倒されています。ダメだ、やばい。軍隊を派遣する。なるほど。兵を解体させる。マジで？これで軍事力が上がんの？わからんな。これはわからんぞ。東の国との衝突に伴う戦没者のため、お金が下がる。いや、これきつい。こっちが、まあいいよね。町の通りは安全ではありません。外出禁止時間を設けるべきです。こっちの方が民衆はいいんやな。納得するんやな。でもお金が、お金がさ、ギリ耐えれろ。耐えてくれ。ダメでしたー。いや、もう、無理やって、こんな。ちょっと、2082年に、
2082年にメッセージが来るのよね。そこまでちょっとやってみるか。ちょっとその放射線が、あ、そう、信託がない。あ、信託がないよ。つらい。これはつらい。ギブソンか。しかも、介入した方がいいですか。なるべく延命を、なるべく延命を、バレないようにしろ。バレないようにしろ。あー、ダメでした。閣下、南の国、南の国の指導者がお会いしたいとのことです。あ、ほう。おう。中戸大統領、こんにちは、大統領閣下。私が南の国の指導者です。ようこそ。ここへ来たのは、我々の国の間に、平和互助協定を結ぶため、サインしよう。世界はもう住みづらい場所になっています。孤立すれば敗北は目前と、その通りだ、確かに。お互い頼れる仲間がいるのは一番いいと思うんです。ただ、まずはお互いを信用し合わなくては、つまり、私と同僚をしばらくここに滞在させてほしいんです。国の未来について話し合う機会を持ちましょう。大歓迎だ。きっと理解してくれるはずです。我々の意見の相違よりも国家の幸せの方が重要だということ。そうだな。よし。南の女王。よし。いいよ。中戸大統領。仲良くしようぜ。中戸だけに。さあ、今は自分の仕事に戻るといいわ。国のいくつかの側面についてあなたと話し合いができるのを楽しみにしています。そうだね。ああ。あ、アンナ君、ありあり、どこもかしら。庭師のせいだな。よし、行ってくれ。行っといてくれ、君から。俺から言おうか？俺から、あいつ、ぶん殴ってやろうか？あいつ、バカだろ、あいつ。いいよ、アンナ君。はい。以前ほど食材の、食材の質な、いや、これでしょう。まあ、我々の教えは資金を必要としています。お返しに信者たちに、いらねえんだ、バカが。やばい。ごめん、やばい。いくつかの大きな川の河口が沼地になって、そうね。お金使ってでも、よし、回復しよう。よし、で一部の労働者が、これは、軍事力が下がって、こっちはね、まあ、こっちはね、ギブソンだ、厚生大臣には、いやー、これは自然が下がるんやったっけ？上がんねえな。よし、OKOK、こっち。大統領閣下、携帯が壊れているとお聞きしました。少し見てもよろしいですか？お前、何言ってんの？壊れてねえし。バカなの？あ、ごめん。そうか。でも、消去したから見せてもよかったのか。そうか。そうか、こいつらやな。こいつらが敵やな。本当の敵はこいつらで、未来からのメッセージが味方なんやな。なるほど。そんな気がしてきた。いやでも、アンナ君は味方よ、絶対に。絶対にアンナ君は味方やから。あの子だけよ、信用できるのは。あとは敵。強烈な竜巻が町を襲い、古い原子力発電所が破損しました。あたりは産業廃棄物だらけです。いやー、助けた方がいいんやろうなー。助けようか。あー、全部下がるやん。うおー、マジか。ギブソン、クソ、あいつ、ギブソンくん、やってくれたね、ギブソンくん。さあ、現行法は、お金減るけど、そうね、こっちの方が良かったね。やばい、2082年まで行けないかもしれない。やばい。え、でも205日着任してるよ、就任してるよ。この国には祈りの場所が必要です。建設のために資金を投じましょう。恩恵は3倍ほどになってくる、返ってくるはず。何言ってんのお前。資金投じたら終わっちゃうよ。早く2082年まで、
都市の周辺地域では犯罪組織がゆっくりと主導権を握りつつあります。それは困ったな。いや、それは困ったな。いや、そ、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 いや、そ。構うものか。ちょっとでも俺が長く着任しているためには必要だ。あ、でもやばいな、全部やばいな。閣下、大統領閣下、大丈夫ですか。やばいぞ。終わった。私は空間が消え、時間が狂い始めました。口の中から空気が失われていきます。この効果は継続します。なえなえなえ空間が消え、じえ口の中から空気が失われていきます。で、またこの状態になったわけか。まだ記憶を取り戻していないというわけだな。っていうことは2082年になったんじゃないの。で、こいつが来たんじゃないの。そうでしょ。で、警告しておこう。こういうゲームを続けることを私は好まない。二人して私をからかって、これ以上は耐えられないぞ。制作者か、制作者のことを言ってんのかな。そういう存在かな、なんじゃない、わからん。まあ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 、いや、もう一人が誰なのか私には見当がつかない。何の痕跡も残していないということは君より賢いみたいだな。制作者でしょ、そういうことでしょ。あ、でも、痕跡はここに出てきたから、あるよね。まあいいや。まあいいや。やつを探し出せ。私の法則が壊れるのを止めるんだ。そうすればこの無限ループから抜け出させてやる。なるほどね。あ、なるほどね。そうでなければ、時間様の冷酷さを目の当たりにすることになる。はい。もう十分に分かっただろうな。時の流れが許してくれるなんてことはない。最軽このちっぽけな旅人よ。37年後に会おう。2118年やったっけ。次2118年、で2150年やったよね。なるほど。で、また全部復活。新カード、光が差し込んできた。空気が戻ってきた。あなたは大統領室で目を覚ました。ああ、で、着任は続いてるからゲームオーバーになったわけではない。研究所に続く廊下で何度か中と大統領にお会いしました。なるほど。あの、目を離すな、構わない。目を離すな、構わない。ラムジー、構わないよ。いていいんだもん。だって狂信者の一軍が研究センターを攻撃しています。軍を動かしても。狂信者はな、ライトニュース呼ぼうか。あー、なんかわからん。匿名の電話によると、大統領閣下の命が危ないそうです。警備をもっと厳しくしましょうか。まあお金かかるけど警備上げてみようか。あ、どっちも、どっちも言って、何ですか？なんでですか？なんでなんですか？どうなってるんですか？あ、でもこの効果は継続しますみたいなもん、なくなってんな。違法であるにもかかわらず、南部では遺伝子組み換え動物が売買されているそうです。南部って中と大統領の国か？南部、この国の南部か。いや、もうギブソン。かまんものか。知らねえ。もうギブソン知らねえ。チンチンティータイムです。よし、よし。呼んでくれ、呼んでくれ。やったね。広告見てもな、見よっか。パンツ見えてるね。まあ、いいや。モンスター娘、モンムス。はい、美味しい紅茶だ。ほのかにシナモンとオレンジの香りがする。ありがとうございます。これ最初新宅です。新宅か、新宅ありがたいね。ありがとうございます、ありがとうございます。南部の町で、もうそんなどうでもいい、そんなどうでもいい。はい。あ、お金
が減っちゃう、やばいです、お金を増やしてください、お金を増やします、もういい、お金を増やしてください、ダメです、お金減るのはダメです、お金、あ、ダメです、どっちも減るんだ、どっちも減っちゃうんだ、お金が大きく減るのはダメだ、あ、やばい、軍事力がやばい、終わってんじゃん終わってんじゃん、でもこっちしかないよな、お金、あ、こっちやな、あーやばいですね、あーやばいですね、とにかくこれはやばいからこっちか、あーどっちもどっちやと、こっちはやばいね、終わりそう、こっちしかない、あーやばい、あーやばい、全部やばい全部やばい、あー全部やばい、あ全部やばい、あー終わった、これしかないね、あーギリたる、よしギリ、おー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 おお、あー終わった、あー終わった、アンナくん、アンナくん、君だけだよ信用できるのは、それなのにひどくないかいこれはひどくないかい、温泉、うん、そうね、温泉させれば、あ、こ、あ、再開させれば交易があるんだもん、いいと思うよ、君の意見はいいと思うよ、はいはい、もう無理です、アタス、アタスもう無理です、ごめんなさい、もう大統領無理です、ラプス無理です、もう続けられないかもしれない難しくないですか、長くやればやれほど、いやでも、うーん、まあでもそっか、失敗をこうやって続けていって続けていってっていうゲームかな、まあ、なるべく長く続けばそれはそれでいいしっていうゲームかな、多分、いやだってもうこのこう世界中がもう荒廃してんだもん、その国でリーダーシップ発揮してんだから大したもんでしょ、こんなもんさ誰だってこうなるよ、誰だってこうなるようにできてんだもん、しょうがないよ、頑張った方じゃない、頑張った方、いやよく頑張った、いや頑張った、まあ今回は自分で自分を褒めてあげようかなと思ってます、こんなところですかね、ラプスやってみました、ありがとうございました。